大峰山脈は八京ヶ岳を最高峰とする、木遺山地の石稜をなす山脈である。講義の大峰山は、大峰山脈を指す場合もあり、深田久也の日本百名山の大峰山は、大峰山脈全般にわたって記述されている。東西は、熊野川上流の十津川と支流の北山川に挟まれ、北は、中央構造線に沿う木の川上流の吉野川に、 接する。大峰山脈の北端は吉野山となる。奈良県南部の赤稜山脈で南部の一部が和歌山県に属す。近畿地方の広報が集中するため、近畿の屋根あるいは山とアルプスとも呼ばれ、南北約5 0トルに達する。このような壮年期の急峻な山々を対象に山岳主源が発達し、山名も普賢や、 大日など仏教にまつわるものが多い。尾根筋の吉野から熊野へ至る1 0 0トルにも及ぶ重走路は大峰奥掛け道と呼ばれ、紀伊山地の霊場と山景道として2004年に世界遺産に登録された。八京ヶ岳より釈迦ヶ岳方面を望む、地質的には西南日本外帯に属する。三条ヶ岳付近の大峰山脈北部は七部隊に属し主に、 ジュラキの付加帯の水生岩である砂岩やデ霊岩からなり、八峡が竹周辺から玉木山までの中、南部は四万十体に属し日高川体に再分類され主に白亜紀の水なり岩からなる。釈迦が竹付近及び山上が竹西側は、大峰三西岩類に属する石英半岩が、貫入している。下記は、雨量が多く、特に南部は、 日本有数の田地帯となっている。近畿北部の丹波高地よりも標高が高いため、冬季にはシベリア気団による季節風が吹きつけ、特に北部で積雪が多い。標高が高いため大高山脈とともに、近畿地方としては最も冷涼な地域で、年平均気温は摂氏4度から摂氏6度程度と推定されている。 山域の東側は1936年に吉野熊野国立公園に指定された。標高1600メートルから1700メートル以上のわずかな領域には白びそ、頭皮を中心とした赤山対新葉樹林。その下部の750メートルから1700メートルはブナなどの落葉紅葉樹林が分布する。未然からフッツ星が 額の両線沿いには、白びそ頭皮及びブナの混合林も見られる。百回だけ青根が、峰北。四寸岩山西東。大天井が竹南。観音峰小物化山。三城が竹、稲村が竹。大普賢竹数様田山。鉄山、行者帰り竹、未線。八京が竹。 朝鮮だけ明星が岳、七面山、仏星が枠、九弱だ岳、釈迦ヶ岳、大日岳、天狗山、地蔵岳、中八人三根半岳、行仙岳、龍須手山、地蔵岳、玉木山、ありがとうございます。